見て取れます。さあ親に入ってどうなるか、カズキ親番かなり手配はバラバラ、ドラがチュンです。あ、はいはい、いや結構きつめですね。とってもきついですか、シャアから。うん、こちらは吉田です。吉田もメンツなし。渡辺、初統一、統一が3組。倉田は一メンツ、三メンチャの形にもなっています。どうですかね、親の和樹なんですけど、はい、結構ハイパイ悪かったんですけれど、うん、ここら辺ってなんかこう自敗の切り順とか、はい、公式ルールとかだとかなり気使うと思うんですけど、はい、この WRC ルールだと何か変えていった方がいいとかあります？役牌の価値が今度こっちの方がちょっと低くはなるんです、ね、はい、WRC ルールの方がね、はい、WRC ルールの方が低くなるんで、はいはいはい、まあ切りやすいとは思います。ただ、はい、この手が悪すぎるんで、はい、自分が重ねたいも若干ある。あとやっぱこういう役牌がドラの時って、うんうん、これぐらいの手配でも、うん、ドラが統一になった瞬間に勝負手になるわけじゃないですか、はい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 、なのでこっからじゃあウーピンとかっていうのはちょっとやりすぎな気がするんで、うん、ある程度はじゃあ手を組んでいく、うん、組んだ方がいいと思います、うんうんうん、確かにそうですね、うん、その注目のドラはまだ手配には2枚しかないので山に2枚残っています。 それで和樹さんも割とストレートに、うん、親っていうのもありますしね。そうですね、子だったらちょっとまだこのね手配にするの怖いけど、うんうん、さあ渡辺は逆に似たような形ですが、チュンのドラが浮いている倉田です、うん、こちらは倉田はまあ戦いたい手ですよね、うん、さあこれで 1,2,3 統一目、うん、統一は嫌だ、うん、チュンが統一になった時にどう上がるかって考えてるんじゃないですか、はい、じゃあ吉田は両面がもう一個できました。素直なら3ピンでしょうか、うん、ストレートに打ってきますね、はい、さあこれで 1,2,3 チートイーシャンテンですね。多分序盤からチートイツ意識して進めてたとは思うんですよ、はい、はいはいはい、多分さっきの見てるとあのドラの表示牌にハツが1枚あるけど2枚目のハツも仕掛けないと思うんで、そうですね、あのもともとチートイツ本線で手は進めてんじゃないかなと、うんうん、さあドラが来た、これはブレーキになるか、なりますね。同じ、おお、ここで両面を固定、はい、さあこれであんこができてポンポンポン、この先あるか、しなそうじゃないですか。ただまあ初は山にまだありますね、うん、ローピンパーピンも9ピンも誰も、もパーピンが1枚、これは数アンコの未来もちょっとだけありますね。ます、まあ我々神目線でいくと先ほどもカズキね数アンコイーシャンテンまでは行きましたけれど、うん、さんも手が進まないですね。進まないですね。ちょっとスリムにしましたもんね、うん、さっき和樹も統一がちょっとキャッチし損ねているような印象。いや難しいな。9層は3枚切れ、うん、さあ倉田ここでウスター白だ。いやあれ広げてますね。広げてるけどまあなんか一応、ね、虎の子みたいな感じですね。いつでも切れるみたいな、はい、そこら辺なんかちょっと本当にこの前見たばっかじゃないですか倉田は、うん、そうですね。こういうの見るだけでなんかちょっとあなんか対策というか修正してきてる感は感じて嬉しいですね、うん、なんかいやー統一ばっかりねえ和樹ねとあのチュンがなければなと、うん、さあ吉田両面ができた、一通は見切る両層切り、ほらほらだっているから、しかもローピン9ピン全山初全山あと1枚、これ五山の2アンコイーシャンテン、あ、1個来た、どうしますかこれは。これチュンタンキ、チュンキルもありますよね。ありますね、親だし、うん、これ切れると多分切りたがってはいますよね。あ、ただローソーだ、ローソー周りウーソーが1枚切れてるぐらいか、うん、まあ、効率で言ったらね、うわほらリーチだ、9ピン2枚、初1枚あるよ、3枚3山全山の2アンコテンパイ、そしてリーチに行きます。町は9ピン初、さあドラを切ってのリーチ三山よ。本当に？はい本当です。嘘じゃ、間違ってない、一応確認してお数万缶はこれはなんか見たことある、見たことある、動画で見たことある、ここにいるんでしょ、あ
やちょっとね興奮、いきなり来るかミキティ。ミキティ、ミキティのスーアンコ来るか。いやー来るか、どこ行く、まだ減ってない、減ってない、減ってない、見たい、来たよ。さ あ, みんなさあ積もっちゃう、積もっちゃう、いるよ三山。あ3、惜しい、三は三でも三山です。え筋だから惜しいじゃなくって、あーすいません、三と言ってるから三が来ちゃったのかなと思って。さあ初どこ、キューピンどこよ。まだ流れてない、ここどこ、どこ、ここか。うーん、あーチュンチュン、なんか近づいてる気がする。本当に、うん、どう、何を根拠で、そっちの方が意味がわからない。さあインタビューではね、ああいう感じなんですよ、本当に。ほんわか、あ、テンパイ、カンスーピン、お、スーピンはでも、や、ここは出ない、いるよ、いるよ。あー、もう一回、もう一回ありますね。え、まだいるの、まだいるよ。いやこれ、押します、押した押した押した、筋か、筋、筋、初が一個吸収、いる、キューピンよ、キューピン、キューピン積も、ミキティリーチツモスーアンコ8000、1万6000が1回戦から飛び出しました。決めてきたのは渡辺ミキティ。さあ冷静にスーアンコとはいえ、裏ドラもしっかり開示の8000、1万6000の申告。さあ往来戦出るんですよ、すごい。しかしこの表情、ただ上がっただけですけどと、そう言わんばかりのミキティのこの表情、なんか済ましてます。済ましてるんじゃない、これが通常です。まあ、確かにあのミキティのね、はい、結構私こうあの運営とかやってる時に見るんですけど、はい、変わらないんですよね、モーターが変わらないんですよ、うん、はい、一定なんですよね。いやここは見事に積もり上げました。